こんにちは、アイロニー南青山店のさやかです。今日は市場直送便の水揚げライブを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。コメントします。今日何日？3日、お待たせしました。それでは今から水揚げ始めていきたいと思います。今日のお花は花付きのミモザ、アカシアミモザとラナンキュラスのラックスシリーズ、今回はティロスという品種のお花と水仙ですね。水仙とスイートピーのステラという品種のスイートピーです。それではまずはスイートピーから水揚げしていきたいと思います。今日の仲卸さんは、関東の仲卸さんなので、ゼリーではなくお水で届いてるかと思うので、お花の足元洗っていただく必要はないので、シリンダー、その、お花を入れていただく入れ物だけご用意お願いします。今こんな感じで届いているんですが、スイートピーは葉っぱとか基本的についていないんですけど、ちょっと届いている方よく見ていただくと分かると思うんですけど、ちょっと水分、花びらの辺とかに見えるかな、ちょっと水分が多くついているので、この水分を落としてあげないと花びらとかが蒸れてしまったりしてきてしまうので、テーブルの上にタオルとかを敷いてもらったところにスイートピーの足を軽くトン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 ってやって水分を落としてあげます。そしたらこれを1本ずつ足をナイフで鋭角に切っていきたいと思います。もしナイフない方はハサミでも大丈夫なので切っていってあげてください。ちょっとスイートピーたくさんあるので皆さんいっぱいカットを頑張ってください。今回届いている方、スイートピーと水仙も入ってたと思うので、結構香りのいいお花のがたくさん届いていると思うので、ぜひ香りも一緒に楽しんでみてください。スイートピーだけアイロニーに届いた分見ていたらちょっと短めだったので、ちょっとシリンダー短いのに変えて入れさせていただいてます。お花の長さ見てお家にある入れ物ちょっと選んでいただけたらなと思うので、ちょっとお花の長さ見てあげていただけると助かります。こんな感じで切ってます。
スト1本です。スイートピー全部切り終わりました。そしたらスイートピーちょっときつく巻いてしまうとお花潰れてしまったり、先ほど言ったようにあの水分多くついてたりするので蒸れてしまうので、あのふんわり新聞巻いてください。新聞ないよって方はさっきお花が包まれてたビニールのこのスリーブを巻いていただいても大丈夫です。ふんわり巻きました。お水入れます。次水仙いきたいと思います。ぜひ届いた方香りも嗅いでみてください。さっき箱を開けた時とってもいい香りが広がってめちゃめちゃ春の香りを感じます。足の輪ゴムはハサミで切って取ってしまってください。そしたら水仙はこんな感じで下の方に葉っぱが来てついてきてると思います。なのでちょっとお水に入れるときに葉っぱついてしまうので、基本的に葉っぱはあの下の方についてるので取ってもらって大丈夫です。水仙結構簡単に取れるのでそっと取ってみてください。こんな感じで取れます。ちょっとインスタライブだと香りもお届けできないのが残念ですが、届いた方はぜひたくさん嗅いでみてください。急にここ2日間ぐらい寒くなっちゃったかなと思うんですけど、お花たちはしっかり春のお花たちが元気に咲いてきてくれるので、ぜひぜひお花で春を感じていただけたらなと思います。取り終わりました。こんな感じです。結構元気な黄色い水仙ですね。で、水仙はハサミで切っていただければ大丈夫なので、あ、もう1本切らなかった、切っても普通にチョキンって切ってもらってお水につけていただく形で大丈夫です。すいません、一気に葉っぱ取ってしまったのでちょっと一気に切らせていただきます。すいません、一本一本葉っぱ取ってハサミでカットして、で最後まとめて新聞で巻いてもらういつもの形で大丈夫です。まっすぐジョキンと切ります。で、こちらもお水につけていきます。次はラナンキュラスのラックスシリーズですね。結構ラックスっていうお名前がついてるくらいなので、すごい花びら光沢がとっても綺麗な品種になります。結構お店でもラックスシリーズは仕入れさせていただくことが多くて、もうちょっと濃いピンク色だったり淡いピンクだったりとかもお店では使わせてもらうこともあります。
ちらこんな感じで下の方に葉っぱがついてたり上の方に葉っぱがついてたりするので下の方の大きい葉っぱを取ってそうするとたまにこうやってこの切れてるこういう節が出てきちゃうのでこの部分はあのいらないし他のお花傷つけたりしちゃうこともあるのでこの根元でカットしてあげてください。でこんな感じで葉っぱ取っていらないところ切ってあげたら、足をナイフで鋭角にカットします。カットしました。ここはラックスティロスという品種のラナンキュラスになります。で、5本全部切り終わったので新聞に巻いていきます。で、最後に花付きのアカシア、ミモザを水揚げしていきます。皆さんミモザお好きですか？そろそろね、あの町のお花屋さんにもこの黄色いポンポンついたアカシアが出回る頃かなと思います。あ、めちゃめちゃ綺麗にたくさん黄色いポンポンついてますね。するとこれぐらいな感じですね。でこれを、お水つくところは取っていただいてこんな感じで取ったら足をナイフで鋭角に切るんですけどちょっと枝物なので硬いのでちょっと難しいよって方はハサミで切っていただいても大丈夫です。結構本当にか、太くはないんですけどしっかり硬いのでちょっと無理はしないように怪我してしまうといけないので気をつけてください。今日ちょっと後ろの映ってるお店の感じも違うかなと思うんですけど今日はあのジャパンツアーの東京開催の日なので青山店のレイアウトも結構変わってます。ちょっと物によって花の付き具合の個体差もあるんですけど自然のものなのでそこも楽しんでいただけたらなと思います。しっかり綺麗な春らしいミモザが届きました。はい、これで10本切り終わったのでミモザも新聞巻いていきます。スリーブでもいいので巻いて結構しっかり巻いてあげてください。ミモザ意外とあの
乾燥してしまいやすいので、ちょっと状態気にしてみてあげてください。はい、これで本日の花材全部水あげ終わりました。市場直送便、今来週の花材も決まって、すいません、これの火曜日分はちょっと売り切れてしまっているので、ちょっと同じ花材は難しいんですけれども、今度次の土曜日、来週1週間後ですね、来週の市場直送便まだ在庫ありまして、次淡いピンク系の、チューリップ、クラウンオブダイナシティっていう名前のチューリップで来週はさせていただこうと思っているので、ぜひお楽しみに。また春の素材がね、今日はミモザでしたけど、来週はチューリップで春をお届けできるかなと思うので、ぜひぜひご検討いただけたらと思います。何か質問ありましたらコメントください。また夕方にこのお花たち使って飾ろうライブさせていただくかなと思う、もしかしたら谷口がさせていただくかもしれないんですけど、また見ていただけると嬉しいです。ジャパンツアー、これから今日お越しいただく方もいらっしゃるかなと思うので、お待ちしております。お店でみんなで、ぜひ寒いですけど、ぜひ楽しみにいらしてください。お待ちしてます。それではインスタライブをおしまいにさせていただきます。夕方何時ぐらい、ちょっとインス何時かな、ジャパンツアーが一応3時から5時ぐらいの予定なので、ちょっとその間は難しいと思うので、それ以降になってしまうかなと思います。皆さん、それではまたありがとうございました。ジャパンツアーお待ちしてます。